ハイクチャンネルです。今日は八坂ダム、約2ヶ月ぶりぐらいの証拠ですが、たくさん釣りたい。スタート。日陰から出たくないね、なんか。なんか飛んできたよ。反応が遅い。その UL の竿で飛んできちゃいけんやろ。いる？まあ抜き上げたら。飛んでるんじゃないこれ。飛んでないやろ。あ、よかった。やったー、釣れました。あの竹の近くに浮いてるバスがいると思うから、カットテールの脳震管を投げたら釣れるよパターン。多分そう。はい、食った。はい、食ったやろ。もう食ったやろ。あれ、食わないの？食わんのんじゃ。あっちじゃ、あれだね。ごめんね、なんかもう釣るわ。次釣ります。しょぼ。イエーイ。次釣ります宣言。よし。あ、ちょっと長い。おい、1本目。おい。キャストがね、困ったもんだわ。困ったくんだ。ほんと。思ったところに行かない。あの、当たりはあるの？当たりは今あった。今のは完璧に当たりだ。おそれものすごいちっちゃいんじゃない？おっ、乗った。乗った。それか。ドキン。いいぞ。元気だ。元気な子だ。ちっこいね。いいね。20センチ。出た。よいしょ。サイズが全く変わらな。こんなサイズ。全く変わります。お、釣れた。釣れたよ。釣れたんだよ。本当だよ。サイズは知らないね。お、食いましょうか。一番じゃない今日でも。すいません。あ、今日一番じゃない？これキーパー。やったー。来ました、キーパー。ナイスキーパー。だー。当たるけどね。MDZ が釣れるときって他のクランクで釣れないんだよね。
ちっちゃ。アサリはゴンワンと一番良かったかな。よいしょー。爆強ですけど、いやいや、タイトに攻めんとダメ。うよー。イエーイ、アウちょっと、おなんかいね、しじみじゃん、しじみかい、ね、蜜はないですよ、僕撃って撃って撃ちまくれ。え、今バツじゃなかった、ほらびっくりしたあれ、食ったよねと思って。でかいの、うわ、でかくないあ、でも小さい、ほい、でも大きくない全然思いのほか沈んでくれなかったこの子が雪で釣れるんです。はい、どこに投げてもこのサイズです。ほら、ほらなんで？で、俺のこのラインの太さ。あ、来た。うわ、来た。ちょうだい、ちょうだいだ。刺さるからじっとしてお願いだから。負けだ。おい、おい、こんなのなら何歩でも釣れるか。